グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。アーセナルは、現地時間13日、2021-22シーズンの、イングンドプレミアリーグ第1節でブレントフォードとブレントフォードコミュニティス、ジアムで対戦する。勝って幸先良いスタート、切りたいところだが、ミケル・アルテタ監督、この重要なゲームで、どのようなメンバーを、リ出してくるのか。先発メンバーを予想する、シーズンのアーセナルはダゾーンで、いつでもどこで、簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、フォーメー、4は4、2、3、1を採用してくるだろう。GK はベル、トレノで間違いない。右サイドバックはエ、トルベジェリンではなく、カラムチェンスと予想。ガブリエウ・マガリャンイスが、傷したためセンターバックコンビは、新加入、ホワイトとパブロマリになるとミラ、左サイドバックには、キーラン・ティアニー、入るだろう。中盤底2枚は、プレシーズンマッチも躍動していたアルベール・サンビロコガと移籍が噂されながらも、残留となったアグ・ニット・ジャカを予想する。なお、トーマス・パティは負傷のため欠場となる。そしてトップは、新10番となった、期待のエミル・スミスロが務めるだろう。前線3枚は右に、ニコラ・ペペは、ユーロ2020、欧州選手権で決勝まで戦いたの戦、より少し合流が遅れた、ブカヨ・サカではな、ピエール・エメリク・オーバメヤンと予想。そってセンターフォワードにはアレクサンドル・ラカゼットが入ると見る。もちろん、サカの上によっては、左から、サカ、オーバメヤン、ペペ。あ、いわ、サカ、ラカゼット、ペペといった形も十分考えられる。次ページ、予想フォーメーション。